に一時期生活保護を受け、お金に困ってた時期があります。その時期にラウンジという夜のお店で一生懸命働きました。マリちゃんの最新見ていきましょうか。高橋マリちゃんですね。まあ理由としては皆様ご存知だと思いますが、生活保護を受けながらラウンジ嬢してましたと、ネットで自分自身が出して炎上したっていう彼女のことですね。ただ、声明文を丸々字に出しますって言って出して、まあ、その声明文もすでに見てしまったんですけど、クソつまんねえなと思いながら、みんなで確認していきましょうか。この顔写真だけ残しておいて、残りピンクですね。例えば、長いよ。あのね、乙武さんのなんかよくわかんないことをしてた後に、これですね。皆様に大切なお知らせ、4月19日金曜日18時より、こちらのアカウントにて公式声明文を出させていただきます。今後の活動について。これ別にさ、最初に何もここを読まないけどさ、別にこれいらなくねっていう、ここちょっと待ってね、一個でええやんって思ったんだけど、この何でしょうか、別に文字数的には足りると思うんだよね。だから別にワンクッションいらないよねっていうのが今思った感想。そして、どこが最初なんだ？続きでしょ。ちょっと待って。こっから。続きでもう一個出したの。すげえツイートしたかったんだろうね。一連のメディア報道について、私、高橋真理の公式声明を発表いたします。各件についてのお問い合わせは以下のフォームでお問い合わせください。発表いたしますって言ってるけど、別に誰も待ってない。どっちが本当なの？ひらがなの方なのだろうか、こっちなのだろうか。でも厚感のやつ見てないかもしれない。はい、声明文くるくる回っている。皆様長いのでちょっと省略するかもしれません。高橋真理に関する各種報道事項についての声明。元衆議院議員補欠選挙候補者高橋真理以下私と言います。これ別にここいらないかもしれない。最初から私でいいと思います。2024年2月25日に国民民主党より公認内定の取り消しが発表されて以降、多くの報道機関により報道以下各種報道事項、まあ別に最初から各種報道事項でいいかもしれませんがされており、今日現在においても多数の取材及び回答依頼以下取材等、ここも最初から取材等でいいと思います。取材等については、私自身、心身の不調等を理由に一切に対応ができかねますので、お控えいただけますようお願いいたします。ただし、ツイッターは再開します。また各種報道事項について、私自身の認識を記録した公式声明として、以下の通り公式声明、以下本公式声明と言います。最初から本公式声明でもいいし、別に公式声明でもどっちでもいいです。として発表いたします。以後、各種報道事項に記載の内容より本公式声明の内容を尊重し、報道において配慮いただけますようお願いいたします。お願い。
本公式声明及びその他の事項の一切については代理人弁護士により以下の問い合わせ窓口においてのみ受け付けておりますので、それ以外のお問い合わせ方法により取材等については一切受け付けておりません。またお問い合わせいただいた内容について必ずしも全ての内容について回答ができるわけではないことも改めご了承いただけますようお願い申し上げます。高橋真理、こちらですね。問い合わせがある方はこちらに、お問い合わせしてください。そして国民民主党からの公認内定取り消しについて、はじめに、長いな、取り消しについて政党支持者をはじめとする有権者の皆様等関係者等に対してご迷惑をおかけする結果となってしまったことについて深くお詫び申し上げます。諏訪の経緯、これは別にどうでもよくって、その際には過去の生活保護の受給の点やラウンジに行って勤務をしていたことについては特に何も聞かれませんでした。まあ別に聞く必要も何もないからね。私個人としては政治家として活動すること自体が初めてでしたので、国民民主党の事務局の方に聞かれるがままに回答し、公認のお話がどんどんと進んできました。2023年、ちょ待ってね。こさ、すげえ細かいんだけどさ、2023年さ、大文字でさ、3が小文字。そして12、13小文字。そして2024年2月7日を大文字なんだよね。これさ、仕事ができない人にありがちなんだけど、これね、合わせてない感じ。2024年2月25日と253大文字でしょ？これ、こういうのね。あとね、文字のね、なんて言えばいいの？文字が統一されてない感じ？だから、誰かに見てもらったりとか、そういうのしてもらってない感じがしますね。っていうのがすげえ気になる。あれと同じですね、ラウンジはしてて、生活保護を受給しながら、ラウンジ上してましたっていう勝手に動画を出したやつみたいな、そういったちょっとね、前に出ちゃう感じの、性格というか、そういうのがすげえ滲み出ている。ヒアリングなど全くなく、過去の経歴やこれまでの仕事について、全く調査はされませんでした。社会をより良くしたいという思いから一生懸命にひたすら毎日活動しておりました。はい。私の SNS への発言について、一連の SNS への発言について、同じことを言っている。これ、さ、同じじゃん。これで完結なんだけどね。この度私が公認取り消し後において発信した内容が原因となり、各衝動事項においてあたかも生活保護を受給しながらラウンジにて勤務をしていたという内容が報道されています。まあ、あなたが言ったからね。動画で。勝手に言ったやつ。当時、精神的に狼狽していたこと、通常の心身の状態でなかったことによって、言い間違いなど皆様に誤解を与える表現をしてしまったことについて深くお詫び申し上げます。今一度事実関係を整理しましたので、以下に記載します。生活保護を受給していたことについて、生活保護を受給していたことについては、私自身が生活保護の受給主体となっていたわけではなく、私が中学生であった当時、私の家族が生活保護を受給していた過去があります。私自身は生活保護を受給したことはございません。まあ、家族が、中学生の時、高橋真理ちゃんが、家族が生活保護を受けていたってことですね。ラウンジ勤務をしていたことについて、ラウンジにて勤務をしていたことは事実ではありますが、上記の生活保護の受給の時期とラウンジの
勤務の時期について、もう時期かさ、何回時期を出すの。上記の生活保護の受給の時期とラウンジの勤務の時期について、時期が何回時期を使うの。また重なっていたという事実はない。はい、ラウンジを勤務していた時期は一体いつ、それちょっと気になりますね。ここには書いてません。またラウンジ勤務について、多額の奨学金の返済のために勤務をしました。いつの奨学金だろうね。高校、大学、私が発信した動画の中では、あたかも生活保護受給の主体が私で、かつその受給時期にラウンジにて勤務をしていたように受け取れるような発言をしてしまい、またその内容を自分自身、その通りです。発信しているもの、私の責任以外何者でもない内容でありますが、そうだね。ここだよね、一番。またその内容を自分自身で発信してしまうなど、私の責任以外何者でもない内容でも。これさ、完全にマリちゃん自分で書いてるよねっていうのが滲み出てるからいいですね。個人的にはすごい好感を覚えます。真実は異なりますので、どうぞご理解ください。上記の通り、生活保護受給時期などについて誤った内容を発表してしまい、その内容について誤解を生んでしまったものと認識しておりますので、2023年度において生活保護を受給していないことについての準備はしています。また私は教えてください。私は毎年確定申告を行っており、脱税などは全く行っていないほか、生活保護について不正と評価されうる受給行為も行ったことはありません。はい、あ、ごめん、表示にしちゃった、こっち。はいはい、これまでこれ知らないですね。交際報道についてあったのね。報道について、なんで迷惑かけるの？なんかあるの？付き合ってたら。ちょっとよくわかんないですね。交際期間、各種報道事項においては、交際期間が6年間に及ぶとの記載がございましたが、この点について、これまで正確に交際期間等を申し上げたことはありませんでした。交際期間と、交際はしていた、過去の交際。相手にもご迷惑をおかけする事柄であるため、質問には回答しておりません。はい。回答しておりません。言わない。一部報道機関において、どうしても今回の次のことと引き続けて、はい。憶測のもと6年間と規制されたものと想像していますが、この点について事実と異なる。6年間ではない。今後この件について私が何かのことを行うことは一切ございません。ほう。なるほどね。この交際期間が問題なのかな？例えば、マリさんはいくつなんですか？マリ。そういうことかな？この方はいくつ？ 27 歳ですね。27歳でいつ付き合っていたか。6年間、今、ついさっき別れたみたいな感じだったら21から付き合ってたってことですね。21だと大学？で、もう少し前で、高校生時代とかそういう話だったら、そういうことですね。っていうことなのかどうか。そういったことなのかなと、ちょっと思いました。言わないってことですね。何年間交際していたかということですね。別に、個人的には全く興味がないんですけど、そういうことでしょうか。そして最後。最後っていうか、まだあるか。今後の活動について、私は、今回の一連の出来事により、政治からも社会からも距離を置かざるを得ないような結果となりました。報道にも記載した通り、今日現在においても多くの報道陣、SNS で活動されている個人の方より質問、回答依頼を受けています。SNS を中心として、事実無根の内容や私の家族や友人に関する憶測に基づく誹謗中傷を多く受けています。これはダメですね。
皆様にご理解いただきたいのは、 SNS に書き込む前に一度立ち止まっていただきたいということ。私自身 SNS などを通じて皆様に応援していただきました身であり、 SNS というのは気軽に発信ができるツールだと認識しております。ただ皆様の発言の先には一個人としての私もいて、決して望んだわけではない結果を受け入れ、それでも生きていくという選択をした一人の人間がいることを忘れないでいただきたく存じます。アナウンサーを教えた頃から持ち前の明るさに自信を持っていた私ではありますが、一連の出来事が原因となり二度にわたる自殺未遂のせい、おお、現在も心身ともに療養が必要な生活を送っています。ここそうなんですね。二度にわたる自殺未遂、これちょっと掘ってみたいんですが、この原因などについて責任逃れをし、誰かが悪者で、私が被害者という認識を持っているわけではありませんが、ちょっと待ってね。誰かが悪者、私が被害者。別に被害者って思ってないよ。どちらかというと、悪者だよ。私が社会に対してさらにいい影響を与え、活躍するためのパワーがたまるまでどうかそっとしておいていただける。ちょっと待ってくださいね。私が社会に対してさらにいい影響を与え、活躍するためのパワーがたまるまで。どっからこのポジティブというかよくわかんないなんかパワーが生まれてるのかわかんないけれど、社会貢献っていう意味でいいんですかね。それとも私が社会を変えてやる、ちょっと待っとけよっていう、そういう感じ？ちょっとわかんないですけど、どうかそっとしておいていただけますと幸いです。高橋まり、以上。この以上はいらないと思うんですが、この以上はいるの？って、すげえ思ったんですが、まあ、そんな感じでございますかね。なんか新しいのいくかってね。ちょっと待って、この前に20日のやつがあった、一番新しいのは、これ。何これ？声明文の続き。以上だったのに追加があるよ。公認取り消しについて。うん？裏金疑惑。2024年2月24日、なんか、語呂みたいのがありますね。突然電話があり、補選の投開票までにマスコミ対応しきれないという理由に、公認取り消しの予定とのことを言い渡されました。その電話においては、とにかく体調不良を理由に立候補を辞退しろと申し向けられました。私がラウンジにて勤務をしていた過去があることが生徒のイメージとそぐわないという理由の取り消しなのではないかと考えてしまいました。またその当時私は不眠不休で生協活動に臨んでおり、心身ともにボロボロであったことも多少なりとも影響していると思います。そして私は自身の SNS にてこのことを公表しました。そうしたところ、ラウンジ勤務が原因ではないという国民民主党から私のコメントに対して反論をしました。以上だったけど、まあ、プラスして、これがあるということですね。これが4月20日ですね。まあ、こういった内容でございます。はい。皆様はどう考えたでしょうか。まあ、すごく自己顕示欲高え、ちょっと抜けたところがあるアラサー女っていう感じですかね。そんなイメージでございます。まあいろいろとね、まあ、正直な話をしていきましたが、まあ、個人的にはまあ総合的に見て冷静な判断ができない
そういった勝ち気な性格をしていますが、誰かすごく参謀的な人がいて、本当に積極的に政治活動をしていく、そういった、力とパワーがあるならば、まあ別に出てもいいんじゃないかなと思う感じですかね。うん。まあ別に出る出ないは個人の勝手だと思いますが、うん。なんか 100% 悪いっていう人ではないイメージですね。まあ読んでて、そしてこの、声明文ですか?見て思いました。まあこれ多分ね、ご本人が、まあワードかなんかで打ってやってると思うのがすごくわかりました。はい。そして、そんな、誰にも確認っていうか見てもらわずにガッて出した感じがすごいしました。もし誰かが見て変更とかしなかったんであれば、その側近っていうか見た人間がただのアホっていう感じですね。そんな感じでございます。皆様はどう感じたでしょうか?それでは。